こんばんは、ヒューガです。ディアブロ3の続きをやっていきましょう。新商品をいくつか仕入れたよ。見ていってくれ。どれどれ？欲しいけどな。欲しいけどな。これ欲しいな。これ買える？これいくらよ？あ、買えるんだ。欲しいから買おう。で、売却、ジャンク品を売ろう。東より来たる王の統治は血に始まった。じゃあ、これを装備して、レハシコ、これはじゃあもういらないか。スキル、敵をスタン状態にしたら強くない？あとは？罪はありません。あ、なんか遅れるんだ。なるほど新なるほ商ど。品を入荷した。見てってくれ。買うつもりがないなら触らないでくれ。ピカピカの商品を汚されたくないんでね。見てってくれって言ったじゃないか。でもスキルのクールダウン欲しいな。これは？ああ、総合的には上がるのか。総合的には上がるのか。これ買えないね。そんな。まあいいや。リアは負傷した鍛冶屋の奥さんに一晩中付き添って介護してた。今朝はもうえらい子だね。ってたわ。どうしてあそこまで頑張れるのかしら。本当は信じてないくせに。お。おや、私に興味を持ってくれるとはね。私たち別親族は放浪しながら定住できる地を探してるのさ。別親の民はみんな予知の力を持ってる。私ほどじゃないにしろね。おかげで男たちにいつも言い寄られてね。まあそれはこの力のおかげってわけでもないんだけど。でも未来に何が待ち受けているか気にならない人間はいないだろう。私は使命に導かれるだけだ。真面目なのね。世界を救う定めにあるからといって人生を楽しんでいけない理由はないんだよ。何屋だっけ？ああ、そういうことか。はい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 。まあそれはまた後で。あなたが鍛冶屋か？頼みたいことがある。今は手を貸せない。俺の妻が怪物に噛まれたんだ。他の噛まれた連中と一緒に地下室に閉じ込めているが、自分の妻を手にかけるなんて無理だ。死は誰もが通る道だ。私が手を貸そう。ありがとう。では自分が英雄だとでも思って。あんたにだけ教えるな。とびっきりの新商品が入ったんだ。確かにうさんくさいやつと取引することもあるが、儲けた分はあんたに還元するよ。そうか。とりあえずネクロマンサーか言うとすごく説得力があるな。トモリ、
すまない。謝ることはない。あなたは彼らに平安を与えることになるんだ。頑張れ頑張れヘイドリック、頑張れヘイドリック、いけるか、いけないかヘイドリック、無理か無理か無理か、さすがに無理か、お、いった、やったじゃん。あんたがいてくれなかったらできなかった。借りができたな。俺はヘイドリック・イーモンだ。ほう。その借りを私に返す方法が一つある。私はレオリックの王冠を探しているのだ。それなら力になれる。祖父の墓は風泣きの渓谷にある。外で俺のバカ弟子を見つけたら町に戻るよう伝えてくれ。受けたまわった。さて、そしたら、なんか買った途端にもっと強いの手に入っちゃったけど、まあしょうがないか。こっちは、しょうがないか。ちょっと強気を読むと、お前の弱さは露呈した。そういうことだね。ほう、私が倒す。はい、危ない。ちょっと強いやつ。
込めたんですけど。実際のあるところにこう誘い出してっていう方法もありそうだな。力が増加した。これ多分す、まあ多分とか。明らかにすごい強いぞ。こう倒して、そうだね、倒したやつが。本当このゲームはさ、すごい気持ちよくなるようにできてるよね。スキルの組み合わせがすごい気持ちよくなるようになってる。そうすると人を強いのを出してきたりするかな。それは結構いいです。来い、こっちに来い。暗い。こっちに来い。
あんまりいいもん手に入れなかったな。思ったよりも普通だったな。これはこれで倒してもあれ、あでも入んないのかエッセンスは。これエッセンスまだだっけ。まだじゃないか。格好がどんどんまあ中二っぽくなってきますけど、褒めてますよ。さて、そうするレベルに、すごい強いけど、エッセンスが必要だ。
吸い込まれた。そんなに、大盤振る舞いすぎじゃない？そんなに？すっごい風があったけど、すっごい風があったよ。ちょっと待って、これは うん、すっごい中二ですけど、褒め言葉やで。待って、これを、これを持っとく。これはいいのか。そうだね、これは、まあ、これは面白いか。これは、これは、ああ、なるほどね。じゃあ、これ、間違えた。これは？うん。色が微妙だけどね。色的に、まあいいか。んで、これか。はあはあはあ。筋力上がってもしょうがないんだよな。じゃあこれを装備、どんどんメタルっぽくなってきますけど、注意だな。エッセンスが必要だ。中二病って言うけど、墓がお前を呼んでいる。中二病って人生のスパイスやで。中二要素なくなったら多分つまんなくなると思うんだけど。世の中全てこう人生のスパイス的なものは大体中二だと思うんだよね。と俺は思うんだけど、どうでしょうか。要はさ、お前の弱さは露呈した。あれでしょ、中二病のこう反対って現実ってことでしょ。要はう違うかな。多分中二病の対応ってのは現実だよねって考えると、やっぱし中二病というかね、は人生にこう彩りを加えるスパイスだと思うんですよ。
どうでしょうか。いかがでしょう。さてさて。それにしても強くないこれ。新しいコープスエクス、いや、コープスエクスプロジョンな、使ってみようか。あ、え？嘘。何それ、ちょっと待って、それ何？ダメだ。ああ、そういうことか。え？コープスターゲットでもさらに立ち悪い。ダメだ。あれが。死体を見つけなくては。あら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 。ダメだ。死体を見つけなくては。これ。マジか。不可能だ。うわあ、さらに立ち悪いこれ。この言葉だけど。すごいこれ。何これ。ちょっと待って。無理だ。死体を見つけなくては。これで連鎖するんだよね当然。これ見つけなかったら自分で作ってるから。それはできない。うん。死体が不可能だ。タイミングは。あれか当然これだ。それはできない。取ってる。無理だ。死体を見つけなくては。無理だ。うん。うまくやればこれ一体死体を見つけなくては連鎖的にいけるってことですか。無理だ。では、今回かなり多分オーバーしちゃったよね。この回にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ひうえでした。バイバイ。